ここまでしか来たんだよ。マジか、マジか、マジか、すげー、これは美味しい。パフェのやつや、パフェのやつ。あそこのコーラ、これ何これ、これコーンフレーク。コーンフレーク、これさ、下に引いたらいい。コーンフレークでも美味しいからダメだ。でもね、分かった、大人組み合わせ次第ではとんでもないことになってしまう。待って待って、もう一回ちょっと見させて、私に。あの奥のここだけ、ええ、ここだけ、ここだけ、デスソース、これは、あ、これもいい、卵のこれもいい、あれが噂の、あれが噂の、これが噂のデスソース、もう本当あのこの世から去ってしまうほど美味しいんじゃないかっていう疑わしいソースですね。そういうソースですね。なんだろう、本当に今コメントがあった不安、不穏な空気が、はい、あ、上手、サンドイッチする、じゃあこれ下に行く、上手、卵はいいじゃん、上手、卵美味しい、デスソースベース、いいよ、卵あるもんだって一番でもいいよ、うん、え、あれあれ、え、え、なんか、なになになに、あ、入れた入れた入れた、はい、はい、あ、あれでね、ピザ、ピザじゃない、そうそうそう、ちょっとね、ザワザワしてます、スタジオ周辺がザワザワして、あ、待って待って、最後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 僕ら以外にね、なんかこの映像を鋭い目線で見ているようにね、誰かたちがいるんですけど、すごい、なんかたくさんの視線が、10人ぐらいの、マヨネーズも美味しくなっちゃう気がする。いや、やっぱ女子だけあってね、もう発想がね、今ね、今瓶を取った瞬間、色々、って思った瞬間、やっぱ、ね、ちょっと、誰が不安な表情してるかは言いませんけどもね、あ、でもこれすごい、あ、これなんか美味しいってやつですよね、天国に行く美味しさでした、そう、まあ、この世から去ってしまう、天国とは言ってないんですよ、ヘブから去ってしまう、この世から去ってしまうほどの美味しさ、昨日これタケ君が指にちょっとつけて人舐めしただけで汗が止まる、僕もこのデスソース番組で食べたことあるんですけど、次の日マジで病院送りになりましたからね。どのぐらい食べたんですか？結構なコップ一杯ぐらい、ガッといって、ガッといって、次の日病院行って、あ、これは胃腸が荒れてますねっていうので、お医者さんに検査してもらうところまでが罰ゲームでした、すごいですよ、検査の方法ね、もうこのデジタルな科学が進んだ時代でもアナログでね、もう指針ですから、いやもう腸で近いのが死んでたら、やっちゃった、ほら、色が3色、3色に分かれちゃう、きれいきれい、美味しそうだな、あ、美味しそう、あ、美味しそうだな、さすが女子、もうカラフル、はい、じゃあ最後、仕上げ、仕上げ、仕上げ、まだあるらしい、あ、でも、美味しそう、あ、でもね、あるあるある、あ、え、普通にうまそうじゃん、なんかビビンバっぽい、あ、ビビンバっぽいですね、できたー、やったー、持ってきて持ってきて、あ、なんか普通に美味しそう、ね、なんか結構最初の空気とは違ってそうですね、見た目はね、ちゃんとしてるんですね、やっぱこう生放送で女子力出しとかないとなっていう、やっぱあれかな、何かあったのかな、料理は見た目が大切って言うから、そうですね、見た目、香り、そして味ってね、もうだんだんと香りと味はどうか、ね、それは心配ですけど、まあ、食べていただくのはね、あの方々なわけですよ、そうです、はい、楽しみです、じゃああの方々ももうそろそろ来るそうなのでね、はい、準備しつつ待ちつつ、どんなリアクションが飛び出すのか見ていきたいと思います。ちなみにお二人はどうですか、もう皆さんとなんか料理食べたみたいなことありますか、手料理とかは、手料理、はあ、ないあるなあ、いい、あ、じゃあもう未知数ですな、そうなってくるとどんな味なのかっていうのは、うんうん、絶対に美味しいですよね、絶対美味しいと思う、美味しいと思う、ね、絶対美味しいですよ ね、 ね、みんな絶対美味しいよね、全員に食べさせよう、救急車を呼んでおこう、あ、美味しすぎてね、確かにね、もう、もう動けなくなっちゃう人出るかもしれないからね、ほっぺた落っこっちゃう、ほっぺた落っこっちゃう、ねえ、来週北海道だからお手柔らかに、あーもう、ほんとガチの心配コメントが流れ始めたね、さあ、じゃあいよいよ、はい、そろそろもう帰ってくる時期なんじゃないでしょうか、赤いのはトマトソース、ね、葵くんに食べさせてほしい、あーもう誰が食うのかはね、あれなんでしょうね、これからね、じゃあ結構、あ、あ、あー、まずリリリちゃんと、リリナくんと、おかえり、ひめちゃん、ちょっと大変なことになっちゃったけど、卵が割れちゃった、ちょっと移動したらね、ちょっとね、あ、山道、山道、あ、でもね、あー、あ、全然、で、リリリちゃんごめん、ちょっと前に来てもらって、一回見せてもらっていい、ごめんね、あ、すみません、すみません、はい、どんな感じ、わー、おいしそう、あ、でもいい、いい、いい、おいしそう、あるよ、これ、ニアスン、ポイントは、そうですね、やっぱり赤い部分にありますね、可愛らしいデスソースがやっぱりいい感じで、あー、もう
この世から去ってしまうほど美味しいドナサの。そうですね、あのちっちゃい頃の記憶が走馬灯にわーってなるようなソースが乗ってると思います。いいですね。じゃあこちらをね食べていただきたいと思いますけども、はい、一体食べてくれるのはどの人たちなんでしょうか。もう準備ができてるんですか。楽しみ。では早速お呼びいたしましょう。続いてのゲストの皆さん、準備ができていただきました。どうぞご登場ください。もしかしたらこれを見てね来ないパターンもあるかもしれないね。扉が開かないっていう、扉が開かなくなっちゃったパターンもあるかもしれないね。全員こっちに。あ、ハニさん、ハニさん、これもしかして裏でどうしようどうしようってなってるかもしれない。本当に入ってこない、あれなんで、なんでなんでなんで、やばいじゃん、嘘。うん、あ、来た、あ、来た、来た、入ろうとしない。あ、来た来た、よかった、よかった。近くに寄ろうとしない。顔やばいな、怖い、やばい、今表情が出ている。やましい気持ちが、やばいの顔がやばい、そう、やばいやばい、なんだ。登場していただきましたのは別面のみんな。いやもう本当ここまで遠かったと思いますので、お腹空いてると思うんですよね。ちょっと空いてる、ちょっと空いてる、あ、よかったよかった。あ、お腹空いてらっしゃいますか。あ、ちょうどよかった。今ちょうどね、もうみんなでね、そば作ったんだよね。すごい、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 誰が、誰が作ったんですか。誰が作ったの。うるわしくて、兄ちゃん作ったの。兄ちゃん作ってくれたね。すごい、兄ちゃん作ったの。誰だろう、特にお腹が空いてそうなの誰だと思う。兄ちゃん誰にしようかな。あの、僕たち、そばアレルギーになりたい。そうです。いや、そばアレルギーなんですよ。じゃあ2人、じゃあ2人、じゃあ2人、やばい。言い逃れ、言い逃れできない。じゃあここはやっぱりちょっとリーダーに決めてもらおうかな。やっぱりリーダーに決める、あ、僕が決める、リーダーに決めて、あ、リーダーに決定権だ。すごいね。リリちゃん決めてや、誰が食べるか。じゃあロスどうする。リリちゃん、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 あの、冗談抜けてガチでそばアレルギーな人。あー、嘘です、あの、嘘です、うまい。お二人でよろしいですか。ダメを立ててる。いやー、やっぱりニコニコ生放送の流れ分かっている。前来て、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 ノクソシド、ね、富武氏、前来て、前来て、せっかくだから、ね、おい、さっきね、さっきね、ノクにソファアレルギーだって言えば大丈夫だって言われたんですよ。だから、分かった、じゃあその手に乗ろうって言って、だから、今先陣切って食べることになって。去年食わされたんですね、僕。おいしいな、やってるな。おいしいな。あの、奥の方に、あの、パフェのものを。あ、そう、それが甘くて、おいしい、一気に、一気に。じゃあ食べるよ、こちらのカメラ。はい、こちらカメラさんお願いします。いただきます。ヌクソシがいただきます。もっともっとガッツリ。あ、もう香りから出ます、ダイレクトに。あの、本当にヤバい場合とかは、あの、無理しなくていいです。無理はしなくていい。はい、いただきます。美味しそう、美味しそう。あ、美味しそう、チューチューして。男を見た、男を見た、今富田くん。